やすってぶ、정치にね、はんでいる뿐이今日の動画タイトル、韓国の状態をわかる、日本に関連した、韓国の2021年記事トップ5。今日は、これについて話したいと思います。2021年も、もう少しで、 終わりますね。実は、韓国のニュースを見ていると、韓国は普通の国ではないんだ。こういうふうに思わせるニュースが本当に多いです。私がこういう話をしたら、一部の韓国の方は、日本も衝撃的な実験事故が多い。こう話し方々もいると思いますが。はい、そうです。日本だけでなく、 世界中どこでも衝撃的な実験事故は起こります。ただ、私がニュースを例を挙げながら、韓国は正常な国ではないと話す理由は、日本が関係するマスコミは100%、論理であれ、真実であれ、こういうのは問い詰めない内容だからです。まあ、一般的な実験事故としてみても、韓国の方が 衝撃的な事件事故が多いが、知りたくもないし、別に興味もありません。ただ、韓国で韓国人が韓国を知ったんだね。これぐらいしか思いません。私はこの前、動画でも話しましたし、見ている方々もわかると思いますが、私のすべての動画は、日本に関する韓国のテーマを話します。その他には、 関心がないです。日本に対する新聞記事、歴史、状況などについて、私の考えを聞いてみたら、日本の方々は本当に当然の考えなのになぜ韓国人はこんな当たり前の考えさえ不可能だろうかと考える方が多いと思います。韓国は自国の99%を 1%, 1だと信じて話しし、日本の1%を99%だと信じて話すので、日本の方だけでなく、韓国内の韓国人も、自分たちで騙されて騙すので、韓国で、毎日毎日、どれだけ衝撃的な実験事故が多いのか、なぜ起こっているのか、ちゃんと理解している人も少ないです。逆に、 日本で衝撃的な事件が起きたら、その事件一つで日本全体を一般化し、ますます韓国を誇らしく感じるのです。だから、韓国の認識には価値がないということです。はは、いつものように前置きが長かったんですが、さて、今年韓国の日本に対した精神状態を見せる、 新聞記事ランキング5。もちろん、ランキングは私の勝手な考えです。まず、こういうを見てみましょう。ニンテンドの国、日本。世界1位のゲーム大国はどのように崩壊したのか。さあ、このニュースは2021年2月に出た記事なんですが、本当はどうなんだろう 2021년 5월쯤이 됐다. 일본의 신문 기지 닌텐도 2020년도의 캐스을 발표. 매출액 다가 1조 7,589억 엔, 순이익 4,803억 엔. 전년 비8 5 7% 조업. 에작년 다크니 쿠라베타가 조업 것이다. 도가 응. 違う。過去の売り上げトップクラスの売り上げと利益を達成しました。風媒運動、頑張ってください。あ、そうだ。韓国では風媒運動が列心に勾配する運動を意味するんですよね。はは。日本のゲームブランドといえば他にもプレイテーションのソーニーがありますね。果たして、 ソーニーはどうだろうか。韓国新聞記事が出てから2ヶ月後の2021年4月に出た日本の新聞記事。ソーニーグループの1.1兆円。史上最高額で決算。この中でゲームエンターテインメント事業の現在はまず、ソーニーグループ全体を見てみると、 史上最高の売上と利益を当時に達成しました。純利益は昨年に比べて101%増えましたね。じゃあ、韓国の新聞が書いたゲーム部門はどうだろうか。グループ全体は最高の売上と利益ですが、韓国の新聞記事が言った通り、ニオのゲームは壊れたのだろうか。 ソーニーグループのゲームとネットワークサービス部門、ソーニーグループの売上の中で最も多い売上と営業利益を占めています。一体韓国の記事は何の情報を知らせたいのか韓国では日本に対して希望事項や妄想が新聞記事になれます。はは。4位。 韓国外交部、東京オリンピック、日本地図上の竹島表示に決して受け入れられない。さあ、ファクトは皆さんもしていて、私もしています。韓国はよく受け入れて、東京オリンピックに出場しました。はは。3位、韓国、30年ぶりに、 日本を追い越す。国家競争力を抜いた。技術競争力はまだ。実は、このような記事は、毎年出てくる記事です。過去の韓国データを持ってきて、これだけ韓国が成長した。日本と比較できると言いながら、ある一つの分野、産業分野の一部も慣れますし、 業種の一部が慣れることもあり、とにかくこういう一部で日本を逆転したデータを持ってみせれば、韓国ではもうお祭りです。簡単に言えば、エチオピアのコーヒーは全世界のコーヒーの約5%を潜入しています。エチオピアは韓国を見ながら、韓国をターゲットに 全世界にコーヒーの輸出量が自国のエチオピアより少ないんだと韓国を乗り越えたとお祭りをして喜んでいると思えばいいです。韓国の立場ではハテナが出ますね。はい。それが日本の立場です。実際、新聞記事の内容も一部が勝ったと精神勝利する内容です。 簡単に言えば、日本経済は韓国経済と比較するレベルではないし、日本企業も韓国企業に比較するレベルもありません。日本と比較しようとする時点から、日本に失礼と同時に韓国は負けていることです。2位。アジアのディズニー36年ロードマップ、K。K-Webtoon。 正解制服に半分ぐらい切った。正解を舞台にしたい韓国人の妄想の記事にはいつも日本が抜けることができないです。日本は韓国が欲しがるすべてを持っているからです。記事にはこう書いてありますね。漫画で正解を占めた日本はむしろ 堅調な出版市場のため、ネットへの転換が遅くなった。その間、韓国がプラットフォームを占めた。しかし、現実はどうだろうか。全世界で見る漫画とウェブトゥンの認知度。青色が漫画、赤色がウェブトゥンです。ウェブトゥンは韓国でのみ通用します。 韓国の世界征服の夢は平行宇宙でだけあり得る話です。1位。与党代表のユンホジュンの発言。文政権、75年ぶりに日本を超えた政府として記録される。韓国では毎年出る日本に勝ったという記事。 2019年8月、文族長が言った、私たちは二度と日本に負けないを引き継いだシリーズ記事だと思ってください。こういう精神的勝利の言葉に喜んで叫ぶ韓国人たち。やスってぶ、정치にね、はんまでいる뿐이다。韓国でこんな発言が毎回出るのはなぜでしょうそれは、 こんな言葉を韓国人たちがどれだけ好きで望んでいるのかを政治の人々はよく知っているからです。どうぞ、いっぱい買ってもう日本と関わらないことを望みます。그럼오늘영상은여기서しまい하겠습니다。